はい、今日は12月20日金曜日、クリスマス is approaching、 クリスマス is coming、 ご反対 come、 テイク反対 bring、 approach、 reproach、 cockroach、 3つくらいトントントンと言える、こういうのが大事ですね。何でもね、例えば京都のお祭りって何、観光ガイド試験、国家試験ですけど、そんなね、いつも定番、よく寝るやつ。ね、自分なりに覚え方を工夫するわけ。何が、例えば、葵祭り、葵祭り、時代祭り、時代祭り、それから、祇園祭り、祇園祭り。それで、自分なりよく見てみたら、葵祭り、あ行やな。次、時代祭り、作業やな。それで、葵祭り、時代祭り、葵祭り、祇園祭り、時代祭り、あ行、家業、作業、あいう順で並んでるな、とか、いうのが、よく見てみたらわかる。あと、口で覚える、あの紙に書き殴る、っていうのが必要。センター試験は選んだらいい。そうか、それは紙に書く言葉でしなくていいかというと、確実にやるためには紙に書き殴る。10回の宣伝は3回ぐらい、トントントンとやる。このリズムに乗る。高1、高2生はバランスが悪くてもいい。しかし、あと1ヶ月弱あったら、息の良さが大事。トントントンとやる。だから、時間がなかったら、YouTube の教材だったら2倍速で、他の教材でも自分で録音して2倍速で聞く。これが大事ですね。そうすればできる。風を吹かないようにし、うがいをし、そしてトントントンとやる。朝早く起きる。もうとにかく、センター試験の準備、全部鉛筆は持ってるよ、鉛筆持ってるよ、腕時計持ってるよ、腕時計2つ持ってるよ、腕時計3つ持ってったらやばい。なぜかというと、3つ目の子供で管理するのが難しい。途中でアラームだったらどうしよう、どうしようとなった。だから、ある女の子がいた。で、友達が時計忘れたら、1つ貸してあげようと思って3つ持ってった。1つはカバンに入れてた。2つは腕にはめてた。腕時計を。3つ目の方、アラームを、オフにしたかどうか、気になって、結局、センター試験の英語が、現役で170あった。で、次190取る予定が、気になって、160、未満だった。で、こういうことがあります。だから、take it easy, easy, easy.Easy. Take it easy. 落ち着け、気楽にせよ。Easy going. のんきな。ですが、with ease, easily. Disease, 病気、disaster, 災害。cat, catastrophe. 猫、大災害。で、口で覚える。はい、社会科やってるよと、エラーアナリシスをやってる、はい、生きてよくやってる。第一日社会が一番最初、大事。二科目いる人、トントントンと大好き。点数は伸びる。英語国語でやってるやり方を、社会科にも、応用する。地図を見てる、歴史をやる人は出てるんだから、教科書、作品を見てる、写真を見てる、画像をよく見てる。こういうことをやる。やらないと、無理。しんどい。はい。
だから難しい顔をせずに、実際の過去問題を、何度も何度も何度もやってるやってるやってる。よかった。ホープフルです。ホープ反対、デスペアならないように。はい、やり方に、やり方を研究してる。そして、シャドウイングしてる。オーバーラッピングしてる。これが大事。体を使って覚えてる。体を使う。ボディ反対、マインド。エクスペリメント。実験、実験する。エクスペリエンス。経験、経験する。文字数は同じだったね。ディフィカルト、ディファレント。文字数は一緒やね。ディフィカルト、ディファレント。ディファレンス。わかりますか？be indifferent to 無関心な。indifference 無関心、無関心。パッと目でも覚える、口でも覚える、紙に書いて覚える。OK。Good luck.